はいえー、でね体の枝を買う資金を稼ぐために今回の10万円稼ぐ方法を2000円で買うのもいいんですけどものもいいんですけどもね2000円もし出せるんだったら2000円で直接体の枝買っても別に構わないわけなんですよ2000円で体の枝買うでしょ今300円ぐらいだとしたらまああの6から7枝は買えるわけですよでビットポイントジャパンで買うと今ね 10のボーナスつくんですよね上限5,000円までですけどもそうすると例えば3,000円分のカのダノを買うと3,300円分のカのダノが手に入ってステーキングも1枝だから参加できますからステーキングにも参加できるんですよねだから小さく体のの枝を始めるっていうのも一つの手ですもちろんね2,000円手元にあるんだったらこれをまずは10万円とかにしてそして体の枝にエントリーっていうのもベストですけどね 確か、ビットブインドジャパンでは、上限5000円までの10%ボーナスですから、5万円買うと、5万5000円というカルドネイダのね、持ち分からスタートできるんで、一番いいのかなと思いますけどね。うん。まあ、いろいろと考えちゃいました。ナミさん、今回も動画を送っていただきまして、ありがとうございました。動画が2本に分かれちゃいましたけどね、途中でね、バッテリー切れちゃったんですよね。ということで、2つに分かれましたけども、また、明日からも動画更新の方、お知らせいただければ幸いでございます。それではね、皆さん、 2本に分かれましたけども動画概要欄には両方ともナミさんから送られてきた52分で10万円稼ぐ方法のインビテーションの動画がありますのでそちらの方をご覧いただいて是非ナミさんにご連絡お願いします。それではいってらっしゃい。